涼しいいよっていうなるほどねあこれもなかなかいいんですが水を浸すがゆえにこんなに空いてるとまあまあセーフなんだけど首があるとなんか冷えっとりますなしけるでしょそしてねそれやっぱりさ水を含ませてるからさ結局気化熱で冷や,冷やしてるっていう,、ね、そうですそうです湿度が高いとただムシムシするっていうね。 気化しないんんだわこれがねうん、ねれとねもう一つ似たようなねこのテレテテテテー冷え冷えマント水に濡らして絞って羽織って使いますなるほどねでもそれはあれじゃない服服になんか冷たくないじゃない服がこう濡れちゃうんじゃないかはいシケシケなる上に気化熱が効かない日だと効きませんなんということでしょうただのなんかムシムシするマントになります 今のところ便利グッズが出てきてないんだが、いやいや、出る出る出るから。ダダンあ、出ます、ね。これこれ、あ、あ、消えるな、これこれ。はい。よく見ますね、これ最近。あ、見るんですか、え、見ないんですけど。侮ってたんですけど、これは二十六度以上で。冷え冷えを発揮するという。はい、気化熱じゃなくて、こやつが周りの熱を吸収していくっていうタイプのグッズでして。このように使います。えー あ伸縮性があって柔らかくて軽くて保冷剤の溶けないバージョンみたいな、はい、お最終的に水になるんですよ中がこのカチカチの感じがねふにょふにょってなるけどはい、はい、冷凍庫に入れておくと12時間で復活するとなるほどある程度これが溶けてふやふやになってもしばらくずっとここが冷やされてて暑さで頭がガンガンする日がちょっと減るんですよなるほどね こちらアマゾンで九で980円。社長、すごーいこれが効くなら、こちらの2980円もっと効くと。ね。<あ>これは上等品の方の、えー、3980円のところを1000円お値下げで2980円で買ったという冷え冷えです。はいはい、同じように首につけて、この幅があるから涼しかろうと。ほうほう実際涼しいんですが、あのはい 幅が大きいために、うん、ち,ょちょっとね、まあ、め、のー、に拭かないとお洋服がウエッティーになってしまうということと、うん、大きいがゆえに、男の人はいいけど、首の細い女の人とか子供も、拭くんですよ、間が。それいきないね密着してないとだめなので、あの結果、こっちの980円の方が涼しいよ、ね、私にはねっていう。ああ、なるほど。 うん、夏のね冷え冷えおすすめグッズ4選こちらでしたこれこれがナンバーワンよ <laughs> すごいね <laughs> 話したかったのみんなね侮ってると思うけどこんなんだから買ったほうがいいほんとうん、うん、団長の分も買っとこうかこれ <laughs> 絶対いいからかもうそんなそんなにいいのいいえー 意外よ。バカにしてたらダメだよ。う,うんうん。4時間ぐらい冷たいよ。4時間か。まあでも4時間でも冷たきゃいいよね。うんうんうん。です。以上です。はい。はい。あのー、ね、夢グループのコーナーでした。はい。えー、<laughs> 夢グループ続き, <laughs> 続きまして、<laughs> 議題ははい、議題はね、えっ、ー、と、坂場とミルクです。このね、 銀河鉄道39の映画の中にも出てくる酒場でね、ミルク。うんうん。うん、よくありますよね。そうそう。とかね、コブラでも出てくるんですよ。うん、でもうやっぱりね、酒場でミルクを頼んでると、周りの荒くれ者の屈強な男たちに、お子様だねみたいな感じで、バカにされて絡まれるんですよ。でもね、本当にハーロックとかコブラは強いから、 そういういらを冗談じりで簡単に載せちゃうわけですねなんでこのかっこいい強い主役系の男が酒場でミルクなのかっていう、うん、これどっから生まれたんだろうとはい、はい、調べましたら<ー>1939年の西部劇「はい、サジン」という映画が一番今のところ記録的に古いらしくジェームス・スチュワートというですね、うん、キャラクターが元祖らしいんですよ。 でその男はすご腕のガンマンなんですが正体を隠して酒場ですごい貧弱な軟弱な男の役を演じてると、うん、でいざという時強くなってこの主演の女優マレーネ・ディードリヒが演じる役を助けるっていうヒーロー的なね、うんうん、なるほどね、うんうん、ここがどうも古典の酒場でミルクを親父に頼むっていうマスターに頼むっていうポイントらしいんですね。 おえー、39年1939年ですか。でもこの映画は32年にミックスの再開っていう映画があって、それのリメイク版らしいんですね。まあ、とにかく1930年代に軟弱だけど本当は強いヒーローという酒場でミルクというアイテムをもとに生まれたというね。うん ああ、なるほどね。ええー、そうなんです、ね。これがさ、<今>日本に入ってきてアニメで多用されるわけよ。多用されますね。うん、うん。ね、確かに。よく見るさ、演出やん。もう見慣れてるんだよね。そうなんだよ、ね。うん、なんかベタ、逆にベタなんだよね、その演出ってさ。そうそう、古典なのよ。のでもさ、これがこんなに日本人に浸透したみたいなとこがさ、不思議だなと思って。 なるほどねうんまずまず1930年代うん30年代のお酒の立ち位ってさうん、うん。十年33年ぐらいに1933年ぐらいにそのボルセット法つまり禁止法禁止法っていうのがそれまであったわけよああ<ー><で>お酒を禁止しますみたいなね約二2 0 まあ、もっと、本当はね、禁止法の歴史って、実はずっと長いのよ。法律になったのが短いだけで。あ、そうなんだ。うんうん。あの、お酒って、中世の時に、その、まあ、もっと前からお酒ってなんだけど、それを蒸留して、あの、濃度を濃くした、今のその、例えばウイスキーってやつ。うんうんうん。蒸留酒ですな。うん。中世ぐらいになってから、まあ、その、バーで、バーとか、ほら。 まあ船乗りとうんうん水。そもそも水がほら衛生的じゃなかったから。ああ、そうだよね。お酒にして飲むからみんな飲んだくれてんのよ、基本的に。あもう水分取りたいってなったら大人は結構お酒飲んじゃうんだ、簡単にね。うん。基本的に酒でお酒飲むんだけど治安も悪くなっちゃう,んうん、うん。やっぱみんなこう治安が悪くなってなってるから。 だから、こう、なんて言うのえー、ね、1800年、1700年、1800年でずっと重ねるうちに、うん、こう、いや、お酒はちょっと悪なんじゃないかっていう風潮。ああ、いろいろさ、社会問題になったんだろうね。そうそう。飲んだくれが増えちゃって。ね、そう。で、禁酒法になったんだけど、禁酒法に,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 になったら、まあ、良くなるのかっていうのはそうでもなくて、うん。 通常紙を作ってね、マフィアが暗躍したり、ああ<ー>、<の>表目だって作れないから、悪い組織が裏で取引するんだ作っちゃって、よアルカポネとかそれでこうね、力つけたあたりの時代だよね。ああ、そっかそっか、じゃあイタリアンマフィアとかも入ってきちゃったよみたいなとこもあるのかな？そう、だからね、やっぱりこの何ていうの？映像作品に出す にになるときやっぱりお酒を飲んでるその酔っ払いっていうのは悪っていうこのポーズそうあの、ね、酒場にはさ <laughs> すぐ絡んでくる巨漢の悪いやつら喧嘩っ早いやつらがいるっていうイメージなのよそう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 でまあそれのカウンターに白いミルクっていうのはあるのかもしれないねーんねうんアルコールじゃないアルコールじゃなく<え>、うん、白くてね 白いのいいものもちろんその、さ、高場をこう経営してる田舎の、あのー、そういうね、あの、バーってなったらさ、アメリカって結構街が点々としてんだよね。うん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 。荒れ地の中にさ、<あ><の>地方都市があるような感じね。開拓時代っ、うん、てさ、点々でしょで、そこにはこう、やっぱりこう、牛とかを飼ってて、で、ミルクは取れますよ。うんうん。で、お酒は作っててありますよ。 水どこにあるんだよって。水はもう汚い川から汲るか、井戸を掘ってるかしかないから。うんうん、そう考えると飲み物、乗員できる、安全乗員できる飲み物ってアルコールになっちゃうよね。そうか。うん。まあ、二択だね。牛がいたらミルクか。うん、まあ。アルコールは普及してるから。うん。酒場で頼めるものが大体二択みたいな。うん。で、 まあそこで、まあ、上院している、そのアルコール上院しているやつらは、たぶん、女子どもの飲み物なんでしょ、ミルクなんていうのはさ。まあ、劇中でもそうなのよ。あの帰ってママのおっぱいでも飲んでなみたいなセリフがついてくるのよ。<ー>うん、出ますね。<laughs> ねよくは言いますね。そ <laughs> う <laughs> そう、荒くれの巨漢のさごっついさ悪いやつがねあの、チンピラみたいなのがさ、<の>言うじゃん、主人公の少年とかに。 そこにハーロックとかがさっそうと現れて、親父、俺もミルク、みたいな感じで頼んで、なんていうのかな。その酒ばっかり飲んで生きってるのが強い男じゃないぜ、みたいなことを言葉じゃなくて、態度で示すみたいなさ。うんそういうのあるよね。やっぱりこう、お酒飲めるイコールなんかこう、すごいみたいな。まあ、なんて言ったらいいのかな。なんだろうね。こう、 そういう、なんかこう、映像作品に出てくる荒くれ者ってさ、もういかにもじゃん。いかにもよ。うん。いかにもなんだよ。いかにもなやつが、ね、酔っ払って、いかにもなことするわけ。そうそうそう。もう、あれですよ。あのー、もうね、あのー、現代でも、それはね、中世であろうが、中世であろうが、ね、うんうん。100時代であろうが、現代であろうが、おまあ、あるわけね。 もうそん,なそんなのライオンタワーにはいっぱいいますよ、多分 <laughs> ビル名を出さない。先に酔っ払った時だけね、そんな気が強くなっちゃうというか。いかにもなお兄ちゃんがいかにもな、ね、行動をとるじゃない。<laughs> うん。そうなんだよね。決してその人たちはヒーローの立場ではなくて、逆に言うとやられる雑魚役になっちゃうというかさ。そうそうああ、そうなんですよ。なんかこう、うんうん、えー、そうね。 かっこさとは何ぞやっていうさその考え感になるだろうけどうん、うん、そのなんかこう酒場で生きてるおじちゃんねお兄ちゃんやおじちゃんたちもそれが自分のたちの思うかっこよさなわけよまあわかるわかるうんおの斧を振り回してるのもあ,のあれがかっこいいわけよ彼らにもう今日の持ち感決まってるなとかそうねヒャッハーもヒャッハーがかっこいいんだよねうん <laughs> 多分その価値観の違いなんだろうけどね。まあ、うまいことさ、そのなんかこう何時代の流れと映像作品とさ、なんかこう、うまいことこうできてるよね。そういうところってさ、例えば、今言ったように、そのいかにもなんかモヒカンで体が大きくて、ヒャーってしたやつがね、天下のハットかぶって、酒飲みながらさ、うん、なんかこう、ね、入ってきた。 その若造にこう、なんだお前ミルクかよって、マ,マのおっぱいでおってな、ガーハーハーって、いうその構図に対するカウンターっていうさ、ヒーロー、ヒーロイックな感じ。うんうん、一層引き立つじゃん。そうだね。だって庶民はさ、そのモ,モヒカン・ヒャッハーとかさ、ね、もうなんかこう絡んでくるヤクザ者に怯えながら庶民は暮らしてるわけじゃん。うん でもこう、誰か助けてほしいって気持ちになるよね。う,よねうんそう。だから、その、何やろ、なんか、映像作品として、うまいこと成り立ってるんじゃないのかなと思いますよああ、そこで庶民はその映画を見て、胸がすくというか、うん。だから逆にさ、あれよ、あのー、日本で言えば、仁義なき戦いとかあるじゃん。うんうん。あのー、まあ、海外だと、有名なとこ、ゴッドファーザーとか。うんうん。メ目線のさ、 あののの酒場の物語とかできればいいのにねあ、そうね。その、人気の映画のね。うん。なんか、百花にも百花の大,大変なところがあるんだぜ、みたいなさ。本当ね、気になるね。その百花の人たちの裏側ね。<laughs> ないじゃん。ないよね。そうだねー。<お>気になるね。 もしかしたら、この上に上納するみかじめ料的な売り上がたげが足りなくて、とにかく誰でも脅して、小銭を集めて上納金を <laughs> 稼ごうとか、あるかもしれないよね。<laughs> あるかもしれんよ。一つのことで、うん、なんか、こう、腹を割って話せばめちゃくちゃわかるやつとかさ。<laughs> あ実は、俺たち一緒だね、みたいな、いない <laughs> そういう友情の物語もあるかもしれあ <laughs> <laughs> あるかもしれませんねそう考えると面白いねうんうんそうなんですよまあでもねさっき言ったようにその現代の日本にのアニメにさコブラであったり、ね、ハーロックであったりがその、ね、日本に来て、まあ、このね表現の仕方ってのは日本人好きなんだよねなんかよくさアメリカで作った時代劇がよく日本にマッチしたよねって 日本人西部劇好きじゃない、うん、ああ西部劇が好きっていう、その表現が好きね。なるほど。あ水戸黄門なりさ、大岡越前なりさ、ね。キャッハーに対するカウンターっていうかさ。ああ、そうだね。実はっていう。うん、あのお天道様見てるぜ、パターンだね。そう,そうそうそう。そういうなんか時代的なさ、<あ>なんかそういう、何大勢、多くの悪を、 ね、一人の正義のものが倒すっていうのはさ、昔から、すごくもう本当ね、赤堂鈴之介なり、昔から本当にアニメでもあったから、そういうのがマッチして、なんかこう、西洋文化、まあ、1950年代くらいからこう、アニメーションっていうのは、うん、なんか、日本独自というより、海外のこの文化ってどんどん取り入れていって,て 言ってたじゃんそうだねそうそうルーツはそこなんだもんねだからこの海外のその文化っていうのとの合体した時に好きだったんだろうねあのエンターテインメントとしてここの部分を持ってくれば日本人の心に響くはずみたいなねまず作者が気に入ったんだろうねあの人がね あると思う。ま、松本零士先生は西部劇大好きじゃん。こう出てくる銃とか何とか見ても想像がつくでしょそうね。あの人好きそうね。そう、そんなのほら今、団長がくる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 さ、ずっと手混ぜで混ぜてるやつ。これ、これ、シングル。ね、これ、なんかカウボーイっていうか、保安官とかカウボーイが持ってそうな感じの形よ。あそうですね。そうです,そうです。あのー、西部劇で最も使われているであろう。 これとシングルアクションは、みたいなです、ね。本館も持ったし、街の荒くれ者も,も持っていた。みんな持ってたって、ほとんどの人が、なんかその時の銃って言ったら結構、救出大事、ね。整備劇といえばこれ。うん、詳しくなくても大体この形だなーっていうのはわかるもんね。うん。でしょ、うん、これいいっすよ。これくるくる回すね。くるくる回せるんですよ。何のために回すの、ね、あ、これは、 えっとね、本当にじ、あの、西部で戦ってきた人は、くるくる、曲芸師じゃない限り回さないのよ、当たりメああ、そうなのね。うん。息がだけだから、ただ、本当にた、ただただ、うん,うん、うん。なんだけど、まあ、そういうなんか、こう、芸ができる人がいたんだよね。くるくる回す。ああ。シャーペンくるくる回すの上手な人みたいなやつ。そうそう。ちなみにね、これ、こういう、まあ、本当にね、雑談、また、脱線するけど。うん,うん、うん。 シングルアクションアーミーってこういう銃でし、ねうん、同じ形のリボルバーっていうこういうね、リボルバーの銃がある。ああ、こっちになると私的に現代に近づいたのかなーってイメージよ。これだとね、回せないんですよ。ほら。重たいのかなもしかして。違いますよ。すよみ短いからいやバランスです、バランス。重さのバランス。えー、全く回すタイプではないんだね。うんうんそう。バランスがちょうどいいの、ね、よ。うんうん。 力をかけなくても自然と回るっていう。へぇ<ー>ほ,ほら、すごいでしょバランスなんですよ、10って回すの。ほとんどがあの何、映像とかでぐるぐるって回してるのは嘘で、あんな回んないのよ、ほら。意識を回んす。うわー、あの回った一周。そんな感じですね。へ<ー>バえ。 <laughs> っていう話ですね、はいうんうん、なんかね、ルパンとか次元もちょっと思い出しましたけどね、うん、彼らもいろいろ使ってるからさ、うんうんうはい。というわけで、酒場でミルクの話、うん、やっぱりこう、人間、なんかこう、日本人の心をいぶるものがあるんでしょう。あ,あ,うあるね。やっぱね、はい、そういうヒーローに現れてほしいと思う時代が荒れる時なんかは特に。うん、うん ああありますねあー今今だよ。今酒場でミルク今だ俺たちは待ってるぞと、酒場でミルクって言って、<お>ならず者をやっつけてくれる人が。そうだよあ。というわけで、あの酒場でミルクを飲んでるあの方々、よろしくお願いします。<laughs> 本当ね。何のよろしく。<laughs> というわけでね、うん、あの今回のお宅分ここまで,でいいでしょうか。はい。 また次回のタコ学クセイでお会いいたしますよ。さよなら。バイバイ。バイバイ。